道人身事故ニュース速報です。2021年4月22日16時43分ごろ、京浜東北線の鶯谷駅で人身事故が発生した模様です。京浜東北線での人身事故は今年2件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter もやっています。フォローお願いいたします。